えー、皆さん、こんにちは。えー、市議カウンセラーの森瀧健太郎と申します。今日もご覧くださり、ありがとうございます。えー、今日はですね、WCH 議,、えー、議員連盟の設立総会が開催されました。その件についてお話をしたいと思います。えー、立憲民主党の原口和弘議員がですね、えー、今回のパンデミック条約や IHR 改定に関してですね、 何とかして阻止しなければいけないということでずっと声を上げ続けてくださっているんですがその原口議員が超党派の議員連盟を作るということでこの WCH 議員連盟連盟を設立総会を今日のですね15時から開催されましたそのことについてちょっと取り上げたいなというふうに思いますその前に一つお礼をお伝えさせてください僕のですねのりたき健太郎チャンネルがですね YouTube の チャンネル登録者数が、えー、6万人になりましたありがとうございます <laughs> ありがとうございます たびたびお話ししてますが、これチャンネル登録を増やすことが目的ではないんですけれども、えー、僕はですね、今回の一連の流れでもう本当に強く思っています。もう来年の5月に向けてですね、えー、少しでもこの情報発信する力をつけたいというふうに今思っています。えー、そのためにチャンネル登録が増えていくというのは、えー、当然ですね、嬉しいことですので、今後も引き続き応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。 えー、そしてですね今、えー、僕自身もですねかなり危機感を持っていることの一つに、えー、今回の WHO のパンデミック条約そして IHR の改定については かなりですね、これ、多くの、あの、危機感を持っていますし、多くの方がですね、この問題意識を、え、持って共有していかないといけないんじゃないかなというふうに思っています。え、パンデミック条約や IHR の改定については、過去の動画で何度か取り上げていますので、え、まあ、概要欄の方に、え、リンクの方も貼っておきますので、よかったらそちらからご覧ください。え、そしてですね、え、やっぱり僕たちが、まあもちろんね、問題意識を持って声を出すっていうことは、非常に大事なことなんですけれども、 これやっぱり WHO と各国加盟国との間の締結になっていきますので、やっぱりですね、議員さんで今回この件について問題意識を持っていただく方が増えないと、これ国としてはですね、もう日本のスタンスとしては WHO に追従するような形に流れになって るんですよね残念ながらなので議員さんでねどれだけこの、えー、パンデミック条約や IHR の改定について危機感を持ってくださっているのかっていうことは非常にポイントになってくると思うんですが、えー、今回ですね原口和弘議員が、えー、立ち上がってですね超党派の議員連盟を設立するということで、えー、設立の総会が、えー、今日、えー、3時からありました。 えそしてですね、実は僕もちょっとバタバタして、まだ仕事などもあってですね、この、えー、総会の内容はですね、ライブ配信されているんですけれども、えー、まだ全部見れていないんですね。えー、これライブ配信で YouTube 上にも、えー、一応アーカイブが残っている、あ、残るのかなちょっとごめんなさい、詳しいところわからないんですが、一応原口和弘、 議員のですね、え、YouTube チャンネルの方で、え、公開されていますし、え、Twitter、まあ今の現在の X ですね。X の中でもライブ配信をしていますので、まあ YouTube のリンクの方、概要欄の方に貼っておきます。削除されないことを願ってたんですが、え、よかったら、え、まだの方はそちらからご覧いただければと思います。少しですね、 あのインターネットの環境が悪いのか意図的にされているのかわからないんですがちょっとですねあの途切れ途切れになったりとかそういう部分もあったりするんですけれども、まあ、あのどんな感じかはご覧いただけるんじゃないかなというふうに思いますで、えー、この WCH 議員連盟っていう名前になってるんですがこれ正式名称なのか仮称なのかちょっとわからないんですけれどもこの WCH って何かっていうことなんですねこれですね World という団体になるんですけれどもこれはですね2021年9月にイギリスでスタートしてるんですがイギリスでアメリカカナダイギリス南アフリカドイツから集まった医師科学者法律家人権情報運動会運動家たちによって設立された団体になります。現在です、ね、世界45カ国以上 200以上の団体が賛同する健康をめぐるより良い方法を目指した各分野におけるトップレベルの専門家と草の根活動がつながる世界的な連合体ですということでまあかなり日本だけじゃなくて世界中で起きているえ運動の流れになるんですね団体になるんですねで日本でもえ今年に入って設立されました WHO に 取って変わる団体になってほしいというふうに多分多くの方が思っていて、WCH の活動を応援している人も非常に多いと思います。僕もそれに賛同しています。代表にですね、日本大ースレギュラー医学会の柳沢雅夫先生が代表になられているんですけれども、あとは全国有志医師の会のメンバーでもある佐々木実紀先生だったりとか、あと。 全国 UCC の会の代表のですね藤沢先生だったりとかがこのメンバーに入られているんですね。そしてですねアドバイザーとしてこの衆議院議員の原口和弘議員だったりとかあと大阪府の泉大津市長の南出健一市長もアドバイザーに名前が入っています。あのホームページもありますのでよかったらホームページの方も概要欄にリンクを貼っておきます。で今回の まあ、あのパンデミック条約や IHR の改定っていうのは、まあ、あのまだ最終的に、ね、決まってはいないんですけれどもやっぱり一番懸念されていることはこれたびたび僕も動画でお話ししてるんですが WHO が、えー、いろんな、ね、保険衛生上のことについて、えー、決めたことを各国に指示を出してその各国はその WHO の指示に従っていくという流れ、まあ、全体主義の流れができようとしているんですね。しかしかこの健康 を考えた時にパンデミックもそうなんですが健康ということを考えた時にやっぱり選択の自由っていうのが当然僕たちには欲しいわけですね例えばるまる一つ沿ってもそうですよねあれが絶対いいからしてくださいねってどれだけ言われたとしてもやっぱりしたいって思う人もいればしたくないって思う人もいるわけなんですそうですよねでそして僕たちには本来その選択の自由があるはずなのにそういう個人の尊厳だったりとか 基本的人権などが尊重されなくなっていく流れになって、なっていくんじゃないかっていうことが非常に懸念されているわけなんですね。なので、それを阻止するために何とかしてみんなで立ち上がらなければいけない、その運動の一つに、この WCH、WCH の議員連盟の設立になるんじゃないかなというふうに思います。本当にですね、原口議員、今回この件に 関してですね立ち上がっていただいて本当に僕は嬉しく思っていますし、えー、この流れですね本当に僕も個人的に心から応援していきたいなというふうに思っています <music>、えー、そしてですねこの、えー、キックオフ ミーティングというか、設立総会なんですが、えー、ちょっと最初の方しか僕まだ見れてないんですけれども、え最初の挨拶の中でですね、原口議員が、えこのようなことをお話ししていました。まさにこの部分が一番大事な部分なんじゃないかなというふうに思うんですが、その一部分ですね、原口議員が話されていたことなんですが、えこれを機に、パンデミックという人類共通の危機においても、個人の尊厳や 基本的人権は最大限尊重されれななければなりませんねたとえばどんなパンデミックという人類共通の危機が起きたとしてもね起きたとしても個人人の尊尊厳や基本的人権は最大限尊重されれなけけばいけませんもう本当にその通りだと思いますそして人権と個人の健康に関する自由な選択を確保するためにどのような仕組みが適切か私たちは共に考えていきたいというふうに思いますと 人権と個人の健康に関する自由な選択を確保するために。まずこれが前提ですよね。自由な選択を確保するために、えじゃあどういう仕組みが適切か、えー、共に考えていきましょうということなんですね。うん。だから一方的にこれが正解ですよ。だからこうしなさいよ。ああしなさいよ。世界中に対してね。えー、それを一律にやるんじゃなくて、個人の健康も大事だし、えー、個人の人権も大事なわけです。えー、それを自由な選択を確保するために、 どういう仕組みが本当にいいのか。これトップダウンのですね、えー、やり方ではなくて、えー、そうじゃないやり方を考えていきましょうということですね。えー、より良い人類の未来と命と健康を守るために何が必要か。えー、学び続け、そして行動して、えー、WCH の活動を共に歩んでいきたいというふうに思います。というふうに、えー、そのような話をね、えー、されていました。本当にね、その通りだなというふうに思います。えー、そしてですね、もう一つですね、これ、 えー、日本大相撲レギュラー医学会のホームページの中に、えー、今年の5月19日の記事の中に、えー「健康対策は自分で選択できる社会を目指して WCH の取り組み」ということで、えー、柳沢篤夫先生が、えー、この WCH のことを取り上げてくれているんですけれどもちなみに WCH の、えー、もともと 作られた一番元のですね、テスローリー博士という方がいるんですが、この方はですね、もともと WHO の外部コンサルタントとして関わられていた方なんですね。で、今回のパンデミックの中で、意のつくお薬ありますよね。それの有効性について、かなりですね、これは 有効性があるんじゃないかということで、えー、動いたんですがことごとく潰されていくということを経験して、えー、これは何かおかしいぞというところから、えー、こういう流れになってきてるんですね、えー、そして、えー、この柳澤敦夫先生が書かれている中で、えー、このままではいけない危機感から誕生した、えー、ワールド・カウンシル・フォー・ヘルス WCHCH と書かれているんですが このテスローリー博士は WHO が展開する新型コロナ戦略が科学的エビデンスに基づくものではなくむしろ巨大な製薬会社の利益のために人々の健康や自由主権が侵されていることを危険視し2021年9月に非営利団体 WCH を立ち上げましたというふうに書いています。要は WHO が展開する 今回の新型コロナに対する戦略が科学的エビデンスに基づくものではないむしろ巨大な製薬会社の利益のために人々の健康や自由主権が侵されていることを危険視し,し,し,して立ち上げられた団体ということなんですねここに、ね、もう集約されてるんですね。 えー、WHO って一体何なのかってことなんです。国連の下にある一つの機関であるはずなんですけれども、じゃあ国連からお金が全に出てるかっていうとそうじゃないんですね、えー。いろんな加盟国からのお金だったりとか、あとは製薬会社だったりとか、財団からのお金だったりとかが 運営のかなりお金が出ということはこれスポンサーがスポンサーですよねお金を出しているところがあるってことはスポンサーみたいなものですよねになるわけなんですじゃあ誰の意見が強くなっていくかってことなんですお金を出しているところの意見がね強くなっていくこれは自然な流れだと思うそれが当たり前のことなんですよねそして残念ながら、えー、製薬会社がお金を出していたりとか、えー、ビル・ゲイツ財団がお金を出していたりとか と、まあ、いうことなんですねじゃあこれどういうことかっていうことなんです。WHO が、えー、本当にねフラットな中立な立場で本当に客観的な立場でこれをやろうとしているのかもしくはその後ろ側にいろんな思惑や意図がもう働いてしまっているのではないかということが、えー、危険視されているということなんです。そして、えー、ここにににもも先ほども言ったたように巨大な製薬会社のの利益のために 僕たちの健康とか自由とか主権が侵されるっていうことはおかしいことですよね。それを何とかして阻止しなければいけないということで立ち上がっているわけなんです。うん、で、WCH だけじゃなくて、たくさんの人たちが今パンデミック条約や、i hr の改定を阻止しなければいけない。これは非常に危険なことであるということで、えー、声を出しているのは、ここなんですね。この言葉に集約されるんじゃないかなと思います。だから今回、WHO だけじゃなくて、日本でもそうですよね。科学的エビデンスに基づくための、新型コロナウイルスに対する、その対策、感染対策というものが行われてきたんでしょうかってことなんです。あまりにも、科学的エビデンスに基づかない。 えここととが多かかっったんんじゃないかっていうことないてですねしかもそれを振り返って反省しようともしない。えー、非常にですね、えー、怖いことだなというふうに思います。えー、この柳沢先生のですね、日本大ーソレキュラー医学会の中の、えー、このページもリンクを貼っておきます。これ非常に分かりやすいですね、設立の経緯なども載っておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。そしてですね、パンデミック条約って何ぞやとい、えー、う。 方はですね、まあ、僕の過去の動画でも取り上げておりますしうーんどれが一番分かりやすいんだろうなやっぱり大井川幸久さんの番組に出られていた佐々木みのり先生のお話っていうのは非常に分かりやすかったのでそちらの方のリンクも貼っておきますのでよかったらご覧ください。えー、ということでこれ来年の5月に。 これパンデミック条約を通そうとしているというふうに言われているんですがもうあまり時間がないわけなんですね。えー、多くの人とこれ、えー、問題意識を共有していきたいなというふうに思っていますしこの超党派の議員連盟の動きもですね、えー、追ってまたお伝えできればなというふうに思っています。えー、とそしてででですすねね僕のチャンネルはです、ねえー、削除対策用に全部で5つ チチャャンンネネルルがあります、えー、ますすすだだの方はよかったたら全部チャンネル登録しししててておいていいけると嬉しいです、えー、そしてでそね、えー、僕はもうとにかく半年間、えー、頑張ってですねこの情報を拡散できる力をつけていきたいなというふうに思っていますもう本当にまだまだ未熟で本当に申し訳ないんですけれども、えー、ご協力いただけたら嬉しいなというふうに思いますもし興味のありそうな方がいたら、えー、お伝えいただけると嬉しいなというふうに思います、えー、それでは皆さんまた会いましょうバイバイ